こんばんは。今夜はダブルタイトルマッチをお届けしてまいりますが、まずはじめにボクシングファンにとっては楽しみなニュースが入ってきました。佐藤修選手復帰戦が決まりました。さあ佐藤さん、いよいよ復帰戦が決まったという話が聞こえてきましたが、はい、7月21日に決まりました。はい、階級の方はどの階級でやられるんですか？階級はフェザー級でやろうと思います。今後のビジョンとしては7月の21日に復帰戦をやった後どのように考えてらっしゃるんですか？そうですね、まずまあ7月の再起戦に、いい形で勝って、またもう一度、世界の頂点を目指して頑張ると思います。7月21日に復帰戦が決まった佐藤修選手です。世界に近づくために強力な相手を選ぶということですので、ご覧のチャンネルで放送いたします。どうぞお楽しみにしてください。さて、そして今日のダブルタイトルマッチにお話を進めてまいりますが、まず畠山さん、はい、サーシャ・バッキン選手、前回はもう完封勝利とも言っていいような内容でチャンピオンに輝きました。そうですね、決定戦で、本当に糠選手をね、本当に7回 TK を完封したという感じなんですけどね、今回のね、この、まあ、前回以上にやはり今回も仕上げてきていると思うんですけども、はい、今回のこの村越選手っていうのはなかなかね、タフでね、頑張る選手で結構クセモンなんですよね、だからこの頑張る選手に対して前回のように鮮やかになノックアウト勝ちができるのか、はい、そこら辺が注目じゃないですかね、はいはい、日本バイタム級タイトルマッチ、そしてもう一つが日本ライトフライ級タイトルマッチですが、はい、こちらは竹原さん、はい、チャンピオンの畠山選手がアクシデントによって延期2ヶ月経ってからの試合ということになったんですが、はい、これは選手としてはどうでしょう？そうですね、目ですよね、結膜炎ですね、はい、わ、今の方が全然いいんじゃないですか、はい、少し時間があった方がコンディション的にも整えられたと。そうですね、まあはい、気持ちも乗ってんじゃないですか、今の方が伸びた分、はいはいはい、というダブルタイトルマッチをお届けしてまいります。まずはロシアのスピードモンスターと言われるサーシャ・バッキン選手の日本バンタム級タイトルマッチです。汚れた歯にはキュキュキュのキュ、口臭防ぐキュキュキュのキュ、白山志向でキュキュキュのキュ、キュキュッと磨いて白い歯、歯を白くする中薬の白山志向。名声は誰の手に。本年度アカデミー賞最多6部門受賞。 Are you guilty or not guilty? Chicago. ただいまより日本バンタム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、日本バンタム級チャンピオン118番の競泳ジム所属サーシャ・バッキン。これが初防衛戦です。チャンピオンサーシャ・バッキン。青コーナー、日本バンタム級7位、117パウンド2分の1、三山ジム所属、村越弘明。KO 率 75%、 村越弘明です。ジャッジ福地雄二、同じく山田一子、同じく内田正和、レフリー浅尾和信。日本バンタム級タイトルマッチ、チャンピオンサーシャ・バッキン、挑戦者村越弘明です。レフリー浅尾和信、ジャッジ福地雄二、山田一行、内田正和で行われます。チャンピオンサーシャ・バッキンの初防衛戦、第1ラウンドのゴングが鳴りました。まずリングの中央にスーッと出ていきましたチャンピオンのサーシャ・バッキン。懐に入ろうとする大きな右ボディの後はフックを打ちました挑戦者の村越、左ボディから右倒れ込むようなパンチです。気合入ってますね、はい、立ち上がりからスリップという場内の放送にもあった通り、かなり竹原さん前のめりですね、はい、突き放して左
前回の王座決定戦は額賀裕二を7回 TKO で下してチャンピオンに輝きました。そのサーシャバクティンの初防衛戦です。畠山さん、はい、初防衛戦ということですが、サーシャバクティン前回の試合はまあ見事な勝ちでしたね。そうですね、完封しましたからね、まあ、ただあの、まあ、日本タイトルマッチの初防衛戦ですけどね、まあ、彼の目指すところは世界タイトルマッチだと思うんで、今日のこの初防衛戦というのは全く意識してないんじゃないですか。まあ、今の通り、あの勝つだけみたいな、はい、確かにそれは本人のコメントとしてもタイトルマッチというよりもいつも通りの試合をするというふうに話しています。ただ今日の相手はね、怖いと思いますよ。パンチ強いですね。だから強豪と何度も戦ってるんですね。大きなク、はい、東洋タイトルもやってますしね、はい、あの名護選手とも戦ってますし、結構ねしぶといんですよね、東洋タイトルは東洋太平洋の OPBF タイトルマッチは2度そして日本タイトルマッチにはこの階級ではありませんでしたが、スーパーフライ級で名護昭彦に挑戦しています。過去3度のタイトルマッチ経験があります。これが都合4度目ということになります。村越左が伸びてくると非常に厄介なチャンピオン、サーシャバクティン体をスルスルスルッと入れ替えて中央に戻ります。うまいですねやっぱりサーシャは、もう一回左、高原さん、この左がとにかく相手に主導権を渡さない鍵ですね、はいはい、で体の入れ方もうまいですよ、はいはい、突っ込んでいきます。村越ボディを打ちます。相手の右を見切ってサーシャバクティン下がってからの左、入って左フック右フック、村越はこの左右のフックが得意です。そうですね、まあ、村越選手としてはやはりガードを固めて、はい、あのジャブをそのままもう受けてもいい。うわっと右、一瞬村越の手が今畠山さんパンチを打とうとしたんですか、そうです、ね、瞬間空いたところでしたね、はい、ただ村越選手としてはあのままガード固めて中に入っていって、はい、それで左右のフックを叩き込むっていう勝ち目ないと思うんですよね、ここに入っていかないと、入っていくこと、はい、これは本人も今日はとにかく相手の左ジャブは厄介だけれども入らなければ勝負にならないと語っています。左ボディ、もう一回左ジャブ、右ストレート、竹原さん今日はあの、はい、サーシャバクティンの右がこじ開けるような伸び方ですね。そうですね、いいですよね、はい、で今日はなんかどうですかね、体の入れ替えもすごいなんかうまく思えるんですけど、まあ相手がベタ足で、はい、だからかもわかんないんですけど、この辺りですね、はい、今もうスッと頭を下げて入ってくる村越に対して右に回り込んでいきました。中に入ってくる右を空振り、避けましたサーシャバクティン、右ボディ伸ばして左ジャブ、無難なスタートを切ったサーシャバクティンです。第1ラウンドには右のストレートを相手をこじ開けるようにそのガードの中に叩き込んでいきましたサーシャバクティン。ここまでのキャリアはたったの7勝 4KO 無敗ということで7試合しかしていません。あっという間に日本チャンピオンに輝いたサーシャバクティンです。そのサーシャバクティンの日本タイトルマッチバンタム級の初防衛戦です。第1ラウンド、このサーシャバクティンの右、一瞬村越の左が空いたところに伸びていきました。村越がのけぞる姿がよくわかります。ラウンド2、先に立ち上がっているチャンピオン、最後まで座っていた挑戦者、第2ラウンドです。リングの中央を制したのはまずサーシャバクティン、左ボディ。第1ラウンドの動きを見て竹原さん、はい、村越の狙いはどんな風に感じられますか。やっぱり一発ですかね。大きな右、はい、でも一発を狙うよりはまずコンビネーションでいった方が僕はいいと思うんですけど、もともとパンチはあるんだから、ワンツー、はい、左ジャブ、サーシャバクティンです。あれだけけどパンチ振り回せば当たれば倒れますよね、確かに。ああ、なるほどね、これ当たっちゃったら大変ですよ。畠山さん、こう小さな傷穴でもそこからどん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 ついていけば大きな穴に広がっていくということがありますが、まあ、サーシャ選手、その典型でしょうね。少しずつ、まあ、パンチは一発のパンチはそれほどないですけどね、はい、これだけやっぱり的確にいいパンチを当てていけば、それやっぱり終盤には動きにぶってきますよね、はい、一方竹原さん、はい、村越の場合には大きなダイナマイトで吹っ飛ばすというような感じのパンチとそう見えますが、そうですね、はい、当たれば効くんですけどね、それまでがやっぱりこのサーシャ相手には大変ですね、当てるのが。コツ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 当てていくサーシャバクティン、一発を狙っていく村越、体を入れ替えてすくい投げような形になりました。これもスリップを取られています。打ってもいいんですけど、下から行けばいいと思います。下からね、はいはい、右ボディ、はい、上から打ち下ろしストレート右、はい、突き放す自分の距離を使ってサーシャバクティン、
左フックはガードしていたサーシャ。まだ顔色は変わっていないサーシャ・バッキン。もう一回突き放して右の拳には古傷を抱えています。前回の額賀裕二タイトルマッチが終わった後、左手一本で練習をしていたこともあったというサーシャ・バッキン。右の甲、ちょうど親指と人差し指の延長線上、中指骨と言われる骨ですが、そこにひびが入っているということです。右から左と入りましたサーシャ・バッキン。今日は痛み止めの注射を打っての試合です。右フック、もう一回右、速い左ジャブ2つ、もう一回右ストレート、もう一回右、また右、右サンバ。中原さん、的確です、はい、そうですね、やっぱり上手いですよね。右ボディ打った、今のいいと思いますよ、はい、畠山さん、一発今ありましたね、はい、あ、村越先生ですか、やはり下から、さっきも言いましたけどね、下からまず攻めていって、はい、下打って上に返すぐらいの気持ちでね、行った方がいいんですよね。ガードの上でもいいんですよ、はい、手が痛くなったら当たらなくなりますからね、ガードが下がってくるというところを待つ、入ってくるところにサーシャバッティンの左ジャブです。とにかくこの左はストレートと同じような速さで伸びてくるので警戒しているという挑戦者の村越。また左です、サーシャバッティンがまた左、どん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 スピードが上がっていきます。突き上げるような右を打ってから左ジャブ、もう一回左、入ってくるところにカウンターを当てましたサーシャバッティン。第2ラウンドが終わっています。アライブ瞬間爽快目薬ロート G、 感じてロート。だって家族で入ればみんな助かるし、傷なんてかかる、お前が半額だからだろ。そうなのよ、 J-FON ならその月から半額、お宅もぜひ J-FON ボルフォン。ラウンド3、ゆっくり立ち上がりましたサーシャバッティン。第3ラウンド突き放したサーシャバッティンの左ジャブです。右ストレート、村越の大きなパンチです。もう一回右で左のボディを返してきたところ、左フックは空振りでサーシャバッティン下がっていった、下がりながら左ジャブ、また突き放す、村越が頭から突っ込んでいきますがサーシャバッティンがかわす、まさにこれは闘牛士のようにかわしています。左ジャブ、第3ラウンドに入って畠山さん、はい、村越が突進を見せましたが、すべてことごとく見切ったかのようなサーシャバッティンの動きです。そうですね、顔、村越選手ね、狙いはいいと思うんですけどね、顔にだけ狙いすぎですよね。当たると体は動かないんですから、はい、腹とかっていうんではなくてね、腕に当てるんでも、上半身に当てるんでもね、右はパー、上に当てるんでもいいんですよ、どこでもいいんですよ、上に当てるって言ったら、そのぐらいのつもりでね、打ったらいいかなと思うんですよね。ちょっとバランスが悪いですよね、村越君は、うん、はい、数がだから一発一発思いっきり振るんで、数が出ないですよ、はい、はい、左ジャブが伸びていきます。狙っているような上から見下ろすサーシャバクティン。右ストレート、くるくると右を回してから上体かがめて頭を下げてくる村越に左ジャブです。土井さん、はい、赤コーナーサイドですけれどもね、このサーシャについて、まあ、左をついてこの空いたところを休まず右を入れていけと、そういう指示が出てますね、はい、今はいきなり右を打って、その後右から左と返しました。チャンピオンサイドから日体操アナウンサーのリポートでした。左をついて空いたところに右ストレートということで、右ボディ、また右が入った。サーシャがとにかくこの左のフック、左右のフックかわしています。そして的確に右を当てます。右アッパー。竹原さん、本当にその反射神経の良さといいますか、空いたところにスーッとパンチが入っていきますね。そうですね、打ち終わって空いたところに本当にうまいですよね、はい、プロのキャリアはこれが8戦目ですが、アマチュアでは124勝4敗、世界ユース選手権第3位、ヨーロッパユース選手権優勝というキャリアを誇っていますサーシャバッティン。右フックをかわしました。とにかく前回の王座決定戦の試合は7回 TKO、5段階評価では5だと思うと自ら満点をつけましたサーシャバッティン。今日も村越に関しては全く情報を得ていないが、前に出て突っ込んでくるとこういうことだけを聞いている、でも OK 大丈夫と日本語で大丈夫というふうに語りました。だいぶ日本の生活も流れて言葉を覚えてきていますサーシャバッティンです。小さいパンチ、
右ボディ、小さいパンチを当てていきます。サーシャバッティ村越を突き放してまた左ジャブ、厄介な左はまだ健在、手数が出ないですね村越の、村越のパンチを切ってから右ストレート、第3ラウンド終了間際にまた一つパンチを当てました。もっと美しく輝きたい、だから私は肌を磨くラックススパモイスト、それは素肌のキメを整える天然ミネラルとバラのエッセンシャルオイル配合、素肌つややかにすべすべ輝く素肌、シルクの感触、ラックススパモイスト誕生。ラックススパモイスト、毎週水曜日は家庭の魔法、身近な悩みが驚くべき魔法で解決します。こんなにいい番組だ。日霊も家族の明日を応援します。いよいよ半分が過ぎて第6ラウンドです。立ち上がりました村越、第5ラウンド終了間際、畠山さん、はい、村越がバランスを崩すシーンがありましたが、はい、まあ力の差が、まあ、挑戦チャレンジャーにはちょっと申し訳ないですけどね、力の差はっきり言ってもう力の差がありすぎますね、子供と大人なんですよ、はい、術が違いすぎますね。ただ竹原さん、はい、そのパンチ力は秘めたものを持っている村越ですが、そうですね、パンチはあるんでしょうがちょっと消極的すぎですよね、もうちょっとプレッシャーを与えて、プレッシャーを与えるればいいんですけど、左フック、プレッシャーがかけられてないですね。危ないですよこれ、うん、危ないですけど、やっぱり村越打たれ強いとは思うんですけどね、その分やっぱりパンチを被弾することになってしまうんで、はい、長い時間長いラウンドやるとやっぱりそれだけパンチもらうからね、死んじゃないかなと思うんですけどね。ここまでのタイトルマッチは3度、日本タイトルマッチ、そして OPBF 東洋太平洋のタイトルマッチが2度、いずれも敗れてはいますが判定まで持ち込んでいます。その粘り強さが新庄のこの村越、あとはどこからこの後活路を見出せるか、サーシャが狙っている、上から見下ろして左、また左突き放して左、左手一本でどのようにも料理できるという包丁の切れ味、また左、左はフック気味、サーシャバクティンの左がとにかく早くいいタイミングで出てきます。右ボディ、今度は肘でポーンと突き放して右から入って左、アマチュアボクシングの